グムジェンセンは、タイ王国国王、ラーマ9世の長女である、ウボンラット王女の息子、ラーマ10世国王の老い。1983年8月16日、アメリカ合衆国、サンディエゴで生まれた。アメリカ国籍のピーター・ラット・ジェンセンを父に持つために、王族籍はなく、正式な王室の一員ではないが、ウボンラットの離婚によりタイ国内での王族的な、 活動などが認められ、プーミポン国王の外籍として、タイ国内では王族的な扱いを受けていた。2004年12月26日に発生したスマトラ島沖地震での犠牲者の一人である。プムは母、ウボンダットをはじめとする家族全員でパンガー県のカオラックにあるラフローラリゾートホテルに宿泊していたが、津波にさらわれ行方不明となった。翌日に遺体が発見され、 おじのわちらアロンコーン王子が遺体の確認を行った後、遺体はバンコクへ輸送された。21歳ボ打つ。プムの死のため一部の盛り場が自主休業を行うなど、津波後には大国内全体で自粛ムードが続いた。後に津波被害者の支援を行う基金として、プム前線の名を冠したクンプム基金が創設された。ありがとうございます。